サンジュ・サンジュは2018年に公開されたインドの元気映画。ラージクマール・ヒラーニーが監督、脚本は彼とアビジャーとジョーシーが共同で務めている。ボリウッドのスター俳優として知られるサンジャイ・ダットの半生を描いており、ランウィール・カプール、パレー・シュラーマル、ビッキー・コーシャル、マニー・シャコ・イララ、ティア・ミルザ、ソーナム・カプール、アヌシカ、シャルマ、ジム・サルブが出演している。 ヒラーにはマニアタダットからサンジャイの逸話について聞かされ、興味を抱き、彼の反省を映画化することを決めた。タイトルのサンジュはサンジャイの母ナルギスが彼に名付けたニックネームに由来している。主要撮影は2017年1月から2018年1月にかけて行われ、6月29日に公開された。批評家からはランビール。 リッキーの演技とヒラーにのディレクションが高く評価されたが、一部の批評家からは、主人公、サンジャイのイメージクリーニングを批判された。工業収入は58億ルーピーを記録し、2018年公開のインド映画工業成績第1位となり、同国の最高工業成績を誇る映画の一つとなっている。第64回フィルムフェア賞で7つの賞にノミネートされ、 最優秀主演団優勝と最優秀女演団優勝を受賞している。ボリウッドのスター俳優、サンジャイダットは作詞カトリッパティに依頼していた電気を受け取るが、内容があまりにも自分を美化する内容だったことに憤慨する。同日、ボンベイ高等裁判所は1993年、ボンベイ連続爆弾テロ事件に関連して、 サンジュに対して武器の不法所持で懲役5年の有罪判決を下した。サンジュの妻、マニアタは電気作家ウィニーを招き、収監されるまでの1ヶ月間で夫の本当の姿を電気に記してほしいと依頼する。ウィニーは電気の執筆に消極的で、さらにサンジュの過去を知る不動産業者ズビンからも依頼を断るように忠告される。 彼女はサンジュが真実を語ろうとしている姿勢を確認し、彼のインタビューを引き受ける。サンジュは父であり、ボリウッドのスター俳優でもあるスニールの監督作品、ロッキーで主演に抜擢され、俳優デビューを飾ることが決まっていた。しかし、父に行動を管理される窮屈さにストレスを感じていたサンジュは、悪友で、ドラッグの売人であるズビンに勧められて薬物に手を出してしまう。 彼は、薬物や酒に溺れた挙句、恋人のルビーと彼女の父を怒らせてしまう。そんな中、スニールから、母ナルギスが、水臓癌に侵され式が近いことを聞かされたサンジは、ますます薬物に依存するようになっていく。彼は妹たちと共に、母が入院するニューヨークの病院を訪れ、そこで、母のファンであるカムレイシュに出会い親友となる。サンジは帰国後に、 ルビーの父に比例を浴びて、彼女に思いを伝えようとするが、そこで彼女が他の男性を結婚することを告げられる。カレムーシュの協力でルビーはサンジュとの結婚を決意するが、再び薬物に手を出した姿を見て幻滅したルビーはサンジュの元から離れてしまう。ロッキー公開を3日後に控えた日、ナルギスは病死し、サンジュは薬物依存を克服するためアメリカのリハビリセンターに、 向かう。途中で、リハビリに耐えきれずに脱走するが、カムレーシュやスニールの協力を得たサンジュは、薬物依存を克服する。帰国したサンジュは、再び薬物を売りに来た、ズビンと絶縁する。サンジュの電気執筆を行うウィニーは、ズビンから、サンジュとカムレーシュは、絶縁状態にあると聞かされ、ニューヨークのカムレーシュの元を訪れ、絶縁した経緯を聞き出す。 薬物依存を克服したサンジは人気俳優として充実した日々を過ごしていたが、女癖が悪くカムレーシュのガールフレンドに手を出してしまう。そんな中、サンジのもとに父や妹に危害を加えるという脅迫電話がかかってくる。政治家に転身していたスニールはバーブリーマスジド破壊事件以降、迫害されるムスリムを擁護したためヒンドゥー原理主義者の標的になっていた。 サンジュは、父や妹を守るため知人を通して、AK-56 を手に入れる。直後に、ボンベイ各地で爆弾テロが発生し、サンジュは、銃の不法所持及び、テロ事件への関与の疑いで逮捕される。カムレイシュはサンジュが保釈された後、彼と共に無罪を勝ち取るために行動するが、スニールがテロ計画を知っていたことを認めるように、サンジュに語りかける場面を目撃したことで、 彼は、サンジュと絶縁してしまう。彼の話を聞き終えたウィニーは、テロリストの電気はかけないとして、電気の執筆を辞退する。テロ容疑がかけられて、以降、サンジュは、ヒット作に恵まれず、周囲からは、過去の人と見られていた。そんな中、サンジュは、スニールの勧めで、医学生、ムンナバーイーで主役を演じ、父と共演する。映画は、成功を収め、サンジュは、 フィルムフェア賞最優秀コメディアン賞を受賞して、再びスター俳優となるが、それから間もなく父スニールと死別する。父との死別後、サンジュのテロ容疑は晴れたものの、武器の不法所持については有罪判決が下り、メディアは彼がテロ容疑で有罪になったかのように世論を煽った。サンジュは上告したもののインド最高裁判所も有罪判決を下し、彼は 刑務所に収監される。収監から一年後、ウィニーはマニアタから刑務所内でのサンジュのラジオ放送の録音データを渡され、再び彼の話を聞くため面会に訪れる。ウィニーからカムレーシュの話を聞かされたサンジュは、ラジオを通して真実を伝えようと考え、カムレーシュを連れてくるように彼女に依頼する。サンジュは、ラジオ放送の中で父が雇った弁護士から、 テロ計画を知っていたと嘘をつき、司法取引をすれば、有罪を免れると助言されていたこと、テロリストの父のおめを父に着せることを避けるため、助言を拒否したことを語る。サンジュは刑期を終えて釈放され、大勢の報道陣が待ち構える中、カムレーシュと再会して和解する。彼の車に乗ったサンジュはウィニーから完成した電気を渡される。電気のタイトルは、 スニールが好きだった歌で、サンジュに世間からの誹望を乗り越えるための歌として伝えようとしていた曲名にちなみ、フッチ、トーログ・カヘンゲとなっていた。医学生、ムンナバーイー公開時のスニールとサンジャイ監督のラージクマールヒラーには、マニアタダットとの会話の中で、夫、サンジャイダットについて、サンジュの世界は、私の世界とは、全く異なっていると聞かされ、 サンジャイの反省を映画化しようと思いついた。彼は、デイリーニュースアナライシスの取材の中で、サンジャイの電気映画を制作することを明言した。彼は映画を制作するにあたり、サンジャイに関わったジャーナリストや、警察官、親族や友人に取材をして、証言を集めたという。また、DNA a フタ e r h o の取材の中で、サンジャイの母ナルギスが息子を、サンジュと呼んでいたことから、 企画会議の審議を重ねた結果タイトルを30に決めたと語っている。ヒラーニが企画を立ち上げた頃、ビデュビノード・チョープラーは制作メンバーに参加していなかった。チョープラーは彼から企画について聞かされた際のことについてとてもくだらないものと感じました。しかし、彼が言ったことの全てをリサーチしたところ、私たちは彼が言ったことが全て事実だと気付かされましたと語っている。 ヒラーニは制作に際し、サンジャイに脚本やシーンの変更要求は一切受け付けないと条件を提示し、彼は条件を受け入れた上で制作を許可した。また、サンジャイは映画の中でサンジャイを美化しないというヒラーニの考えも受け入れている。ヒラーニはサンジュが犯罪容疑で逮捕された時、ダッド化で何が起こったか、彼の父は何を感じたのか、姉妹たちに 何が起きたのか友人たちはどう行動したか私は、サンジャイの姉妹プリヤーナムラタ義理の弟クマールが恨む、アメリカの友人ペレーシュゲレニと会いましたと語り、人々が知らないサンジャイを描く構想を示し、内容について、この映画はサンジュのロマンスを描くものではありません。映画には二つの物語があり、それは、彼が人生の中で戦った銃と麻薬の物語ですと、 語っている。主演のランビール・カプールはフィルムフェアの取材の中で映画は人間の欠陥、不死の感情的な物語、親友との関係、女性関係を描いています。それは感情的であり、面白くて悲しく、ほろ苦いものです。若者たちは彼の失敗から学ぶべきことがたくさんありますと語っている。また、これは宣伝映画ではないとして、 サンジャイを称賛する意図がないことも語っている。ランビールはサンジャイについて欠点もあるが素晴らしい人物、大衆の憧れであり、映画には6つの異なる段階、6つの異なる外見、6つの異なる論争があると語っている。キラーにはラジーブ・マッサンドの取材の中で大半の電気映画は英雄的な人物を題材にしており、 悲劇と喪失で知られるサンジャイを題材にすることは成功者の物語ではないので挑戦的になると語っている。脚本家のアビジャート・ジョーシーはサンジャイのキャラクターを観客の同情を引くために変更するような意図的な試みはしていないことを明言している。その代わり観客はサンジャイの葛藤する欠陥のある人柄に基づいた共感するに値する映画を見て映画が 非常に引きつけられ、信じられないほどに魅力的な物語だと気づかされるだろうと語っている。ヒラーには映画がサンジャイの良い点も悪い点も含めた真実を描き出しているとしている。また彼は別の取材の中で映画が他のヒラーに作品のような社会的メッセージを提示すると明言し、彼はそのメッセージは不死関係、友人関係であり、 最後のメッセージを知るために映画を見ることになるでしょうと語っている。映画の公開後、ヒラーにとジョーシーは批評家たちが指摘するようなサンジャイのホワイトウォッシングはされていないと反論している。ヒラーには逆に私は映画のどこがホワイトウォッシングされたのか知りたいものです。私は彼に308人のガールフレンドがいたこと、麻薬中毒者だったこと、 親友のガールフレンドを寝取ったことを映画で描きました。これがホワイトウォッシングなのですかと主張している。サンジャイスニールナルニスマニアタ・ランビールカプールはサンジャイ役としてヒラーニが挙げた第一候補だった。ヒラーニは私は初めにランビールについて考え、すぐに彼に会ってその考えを伝えました。私たちは正しかったのですと語っている。また、ランビールは 素晴らしい俳優であり、年齢も完璧だったとも語っている。ヒラーには、ランビールとサンジャイの共通点と相違点について、彼らは俳優として人生を生きてきました。ランビールはヒーローになるために映画業界の外から来た人ではありません。ある意味で、彼をサンジュとみなす方が簡単でしたと語っている。また、ランビールが撮影用の肉体を作るため、 正しいバランスを得る目的でビデオを見る日々を過ごしていたことを語っている。当初、ランビールは出演に消極的だったが物語のアングルを見て彼に抱いていた固定概念を壊したことから出演を決めた。また彼はサンジャイを演じることにためらいを感じた理由として現在でも活躍するスーパースターであることを挙げている。一方、ジョープラーはランビールシの方が 華麗さ、感情的な、深さ、サンジャイダットを演じるために完璧に変身できる、能力という面で、サンジャイ役にふさわしいと考えており、ランビールの起用に消極的だった。しかし、彼は、撮影が始まり、ランビールの演技能力を見て、自分の言葉を飲み込むことになったという。チョープラーのコメントに対し、ランビールは、インスピレーションを必要としていた時期に、 映画の一部になれたことを、とても幸福に思いますとコメントしている。また、マニーシャ・コイララも、ナルギスを演じることについて、今後、同じような母親役ばかりオファーが来てしまうのではないか、と出演に、消極的だった。スニール・ダット役には、アーミル・カーンが検討されていたが、彼は、ダンガルキット強くなるで、父親役を演じていたため出演を辞退している。アーミルは、 スニール役よりもサンジャイ役に興味を示し、その役はとても素晴らしく私の心を勝ち取りました。なので他の役を私にオファーしないでくださいと語っている。最終的にスニール役にはパレーシュラーワルが起用された。アヌシュカ・シャルマはサンジャイのガールフレンド役を演じると報じられ、彼と噂になったジャーナリスト役に起用されるだろうとされていた。アヌシュカは 報道を否定し、私が演じるのは架空の人物であり、いかなる実在の人物とも関係のない役ですと語っている。ヒラーには、彼女の役柄は、電気作家であり、自身とジョーシーを融合したキャラクターになると語っている。総南部、カプールは、サンジャイのガールフレンドだった、ティナ・アンバーニーを演じると報じられた。彼女は、報道に対し、私は小さいながらも重要な役を演じますが、 皆さんが考えているような役柄ではありません。そして私が演じるのは女優ではありませんと否定している。ヒラーには彼女の役柄がサンジャイのガールフレンドであると語っている。ビッキー・コーシャルは自身の役柄についてサンジャイの友人を3から4人まとめた役であり架空のキャラクターになると語っている。ボーマン・イラには自身の役柄について知られているキャラクターではないが、 存在したかもしれない、キャラクターと語っている。ランビール・カプール・パレシュラ・アーワル・ビッキー・コーシャル・アヌシカ、シャルマ・マニーシャ・コイラ・ラディア、ミルザ・ソー・ナム・カプール・ジム・サルブ・ランビールはサンジャイになりきるため、各フェーズの撮影が終了するごとに1ヶ月間の休暇を求め許可された。彼は予告編が公開された後、ランビールは細身の自分が筋肉質なサンジャイを演じることの難しさを この背景には、たくさんのチームの努力がありました。この一年前、私たちは、多くの準備とスクリーンテストを行っていましたと、語っている。彼の容姿の変化について、チ,チリシカプールは、外見を変えるために6から7週間の期間をかけて、いたと語っている。補鉄師のスレーシュマーキーは、ランビールの顔と年齢を三イに近づけるために、補鉄を施したと語っている。また、 ランビールは髪とメイクアップのために6時間かけており、サンジャイのアルコールのせいで顔が膨れ、顎が下がったという老化プロセスを再現することは困難だったが、彼の外見を再現できなければ映画を制作することは不可能なことは明らかだったと語っている。ミルザはランビールの役作りについて、彼は最初にロケ地に到着するキャストになるでしょう。それは 彼が老いた姿を演じるため後から6時間かけてメイクアップする必要があるからですと語っており、メイクアップや補鉄の結果、ランビールは恐ろしいほどサンジャイに近い姿に変身するため、撮影セットに行った人は、ランビールを見てサンジュがいると思ったと語っている。コイララは、ランビールの変身能力を見て衝撃を受けたと語っており、ヒラーには、ランビールは八十年代、九十年代、 2000年代、すべての年代の三冊の完璧な外見を用意していたと語っている。ランビールも模倣と人々に愛される人物を表現することの間の細かい境界を理解しており、補鉄テスト、演技テストとキャラクターリハーサルに6から8ヶ月間かかったと語っている。ランビールはこれに加え、物理的な変身は容易だったが、 キャラクターの感情的なレベルを理解することは非常に難しかったと語っている。しかし、私がスクリーン上でサンジャイを演じなければならない場合、身体を鍛え上げることが不可欠でしたとも語っている。彼は体を鍛え上げるため毎朝3時に起床してプロテインシェイクを飲み、1日8食の食生活を送った。彼は私は三冊に寄りつかれたくなかったので、 彼から一歩引き、その周囲に近づきたくありませんでした。私は常に彼が何をして、どのように髭をかき、どう話しているのかを見ようとしました。しかし、刑務所や麻薬のシーン、母親の死、逮捕のシーンなど、脚本上辛いシーンがある時は、撮影前夜に彼を呼びました。私はただ、彼が何を感じたのかを知りたかったのです。そして、彼はとても親切に、 正直に話してくれ、私はそれをスクリーン上で表現しました。私は敬意を持って彼を演じたかったのですと語っている。ヘアスタイリストのアーリム・ハキムは、ランビールの頭髪を交代させて額を大きくすることは挑戦だったため、その姿を完成させるのに22日間かかったという。衣装デザイナーのエイカー・ラカには、サンジャイは様々な体型に変化していったため、 ランビールとすべての外見について意見を交わし、数インチをマッチングさせるために何時間も語り合いましたと語っている。ナルギス役のマニーシャは彼女のショートヘアーの時からロングヘアーの時まで何度もテストを行いましたと語っている。また、写真や書籍、ドキュメンタリーに目を通してナルギスのことを研究したという。マニーシャは卵巣癌を経験していたため、 水臓癌で病死したナルギスを演じることは精神的につらかったとも語っている。ラカニは衣装についてナルギスの象徴的なイメージを作り、髪のカールや身体状態、化粧のやり方まで再現したと語っている。ビッキーは演じる役について、キャラクターの名前はカムレーシュであり、サンジャイにとって兄弟のような存在と語っており、役作りについては、 スーラトに行きグジャラート人のボディランゲージとマンネリズムを学びました。彼は長期間アメリカに住んでいるので、グジャラート人の性質は時間とともに消えていきますと語っている。また、若いグジャラート人青年を演じるために大幅な減量を行うなど大きな物理的変身を経験したという。彼は体重を増やしたり減らすことでボディランゲージの変化をもたらし、その結果、 正しい外見を手に入れて、パフォーマンスが向上したと語っている。プレイョは役を演じるに際して、ランビールと共に、キャラクターに忠実であるために、カメラからの距離を保つことを試みた。また、サンジャイとスニールの関係を体現するため、撮影以外の時はランビールと関わることを避けていた。彼は、外見テストの結果、スニールのように見せることは困難だが、 彼が持っていた祖国や家族、そして息子へのジャズ場を演じることが必要だったと語っている。ミルザはマニアタを演じるに際してワークショップや外見テストを通じて準備を行ったほか、当時のニュースクリップで彼女の話し方やボディランゲージを研究したという。また、彼女の感情を理解して正直になることを心がけたと語っている。ソうなの衣装について、ラカには、 隣にいる女性、可愛らしく繊細な雰囲気を出すため、柔らかい生地とパステル色彩、繊細な刺繍を施したと語っている。アヌシカのキャラクターについて、ヒラーにはロンドン在住で、そこで育ったインド人であり、彼女に感能的な巻毛のウィッグをつけるように指示した。プリヤー役のアディティは、まさにプリヤーにウリ二つだったため起用したとヒラーには語っている。 2017年1月12日、ランビールとラーワル、ミルザなどが参加して撮影が開始され、2018年1月21日に終了した。撮影終了後のパーティーでは、スタッフやキャストがダッツシーウェイとプリントされた T シャツを着て映画を宣伝した。サンジャイが幼少期に暮らしていた家の撮影セットは25日間かけて制作された。当初の計画では、 ビデオチャットを通じて最後にランビールとサンジャイを登場させ、サンジャイがランビールにインタビューする予定だった。しかし、この計画は二人の契約の関係から見送りとなり、代わりに二人がダンスを踊るエンドロールが採用された。キラーには上映時間は2時間35分になると語った。キラーには編集作業中にダンスシーンなど特定のシーンを映画のペースを阻害し、 物語を壊しているとして削除するように指示しており、この決定について、たとえそのシーンにどれだけの情熱を注いだとしても、うまくいかないと感じた時は手放さなければならないと語っている。サウンドトラックには6曲が収録されており、AR ラフマーン、ロハン・ロハン、ビクラム・ボントローズが作曲、イルシャード、カミル、シェイカル・アシティは、プニート、シャルマ、ロハン・ゴーカル、 アビジート・ジョーシーが作詞している。映画音楽はサンジャイ・ワンドレカールとアトゥル・ラ・ニンガがラフマーンと共に担当している。当初、チョープラーは2曲の音楽と映像に不満を抱いていたが、再撮影する代わりに同じシーンに合致するオリジナルの曲を作るようにラフマーンと契約を交わした。そのためラフマーンは2曲を新たに作り、イルシャードが作詞を手掛けた。 2018年6月29日に T シリーズからアルバムが発売された。プロモーションイベントに出席するディアミルザ2018年4月24日にショートティーザーが公開された。ショートティーザーは公開48時間以内に3000万人以上が視聴し、複数のソーシャルメディアを通じて世界中で1億5000万人以上が視聴した。映画のマーケティングキャンペーンは テレビやインターネット、ストリーミングアプリなどで行われた。5月30日に予告編が公開され、24時間以内に2000万人以上が視聴した。4月30日に映画ポスターが公開され、ランビール演じるサンジャイが刑務所から出所した場面が描かれていた。翌日には別タイプの映画ポスターが公開されている。その後、ロッキーと医学生、 ムンナバーイ出演時のサンジャイを描いたポスターが公開され、5月7日には新しい映画ポスターが公開された。その後、ヒラーには予告編が公開されるまでの間に他のキャストの映画ポスターを公開すると発表した。5月25日にヒラーにはツイッターでサンジャイのクレイジーな恋愛生活と題したランビールとソーナムの映画ポスターを公開しており、翌日には ランビールとパレーシュのポスターを公開して、パレーシュがスニール役を演じることを公表し、また、ビッキーの映像を公開して、サンジャイの友人役を演じることを公表した。ヒラーには続いて、アヌシカの映像を公開したが、役柄については予告編で明らかにする意図があったため、公表されなかった。予告編公開後、ヒラーには、アヌシカの演じる役は架空の人物で、 自身と上司ーーを掛け合わせた役柄になることを公表した。また、マニーシャの映像が公開され、ナルギスを演じることが公表された。最後に、ヒラーには、ミルザの映像を公開し、マニーアタを演じることを公表した。6月14日に、ヒラーには、ランビール演じるサンジャイのポスターを2枚公開し、1枚は、アメリカのリハビリセンターを脱走して物乞いしている姿。 もう一枚は、母ナルギスを病気で失い呆然とする、ロッキー公開3日前の姿を描いたものだった。同月20日には、カリシマが、ランビール、ビッキーと映った画像を公開し、彼らとファンソングのダンスシーンで共演することを明かした。この曲は7月19日に、オプーバイラハハイとしてリリースされた。父の日に、ダットフシを演じる、 ランビールとパレーシュのクリップが公開され、同時に新たな予告編が公開された。クリップは、ホデュークリハッピーのハッシュタグが付けられた状態で宣伝されたが、これはサンジャイが主演作、医学生、ムンナバーイーで発した有名なセリフである。6月22日には3番目の予告編が公開され、ランビールがムンナバーイーに噴したサンジャイを演じている様子が描かれていた。 ランビールは、父の日に幼少期の写真を公開し、ソーシャルメディアに出演するなどして、プロモーション活動を行った。国内成績2018年6月24日から、前売り券の販売が始まり、インド4200スクリーン、海外1300スクリーンで公開された。公開初日の国内上映館の占有率は85%を記録しており、 国内工業収入は2018年公開のインド映画で最高額となる3億4750万ルピーを記録した。これは2014年に公開されたヒラーに監督作品 PK の記録を上回るものだった。公開2日目にはヒンディー語映画の歴代国内成績を塗り替え、公開3日目には4億6710万ルピーの純利益を上げて、 バーフバリオーの外線を抜き歴代短費、工業成績を塗り替え、さらに公開初週末の歴代工業成績も、塗り替えそれぞれ、第1位となった。また、公開3日以内に100カロルクラブ入りを果たしている。公開第1週の月曜日は平日で、チケットの販売数も減っていたものの2億5350万、ルピーの純利益を上げており、3 0 3時は200カロルクラブ入りを果たした。 同作は2018年公開のインド映画公開第1週の工業成績第1位となり歴代記録では第4位また平日公開でありながら公開第1週で20億ルピーの収益を上げた最初のヒンディー語映画となったランビールにとっては工業収入が20億ルピーを超えた最初の主演作となった公開第2週の工業収入は 金曜日1億2500万ルピー、土曜日2億1500万ルピー、日曜日2億8000万ルピーを記録しており、公開10日以内に250カロルクラブ入りを果たした。また、インド映画公開第2週の歴代工業成績第4位となった。公開第2週末までに、海外工業収入を含めた、合計工業収入は50億430万ルピーを記録している。 公開第3週末には300カロルクラブ入りを果たし、7番目にクラブ入りを果たした映画となった。同作は、パドマーワと女神の誕生の国内工業収入30億2150万ルピーを抜き、2018年公開のインド映画で最も工業的に成功した映画となり、ボリウッド映画歴代工業成績が意位となった。また、 2018年公開のインド映画第3週、工業成績第1位にもなっている。第3火曜日までに、国内工業収入は32億1570万ルピーを記録し、バジュランに、おじさんと小さな迷子の国内工業収入32億340万ルピーを抜きボリウッド映画歴代工業成績第4位となった。 公開第4週の工業収入は1億480万ルピーを記録し、累計国内工業収入は33億7280万ルピーを記録している。これにより、サンジュ・サンジュは、タイガー・ジンダ・ハイ、PK を抜きボリウッド映画歴代工業成績、第2位となった。海外成績公開初日の各国の工業収入は、オーストラリア1320万ルピー。 ニュージーランド330万ルピー、イギリス1190万ルピー、アメリカ合衆国1110万ルピーとなっている。アメリカでは356スクリーンで小規模上映され、同じ週のアベンジャーズ、インフィニティ・ウォー、ハンソロ、スター・ウォーズ・ストーリーよりも収益を上げて、週末興行収入ランキング第8位となった。 北米の公開初週末工業収入は250万ドルを記録しており、パキスタンでは公開初日に3200万ルピーの工業収入を記録した。ドバイでは観客の混乱を防ぐため、公開初日は上映館を24時間営業にして対応した。湾岸諸国では公開初日の工業収入は6190万ルピー。 ノルウェーでは3億4900万ルピーとなっている。公開2週間で12億2000万ルピーの工業収入を記録した。ホックススター・スタジオ CEO のビジャイシンはサンジュ・サンジュがパキスタンとオーストラリアで最も高い工業成績を収めたインド映画であり、同時にアメリカで2番目に高い工業成績を収めたインド映画になったことを明らかにした。また、 各国での工業的成功から、中華人民共和国、韓国、日本での公開も検討され、日本では6月15日に公開された。インドラージクマールヒラーニ、サンジュサンジュは、多くの批評家から絶賛され、特に、ランビールの演技とヒラーニのディレクションが高く評価された。ファーストポストの数エーサラーマクリシュナンは、キャストの演技、特に、ランビールの演技を称賛しており、 この映画は、サンジャイダットの人生を解読したり、正当化するようなものではありません。さらに、彼の欠点をごまかそうともしていませんと批評している。ボリウッドハンガマのタラン・アダルシュは4.5、5の星を与え、サンジュ・サンジュは、感情、ユーモア、ドラマを適切な分量でブレンドしたエンターテイニングサーガです。それはパワフルで、魅力的、感情的であり、 そして感動的ですと批評している。デイリーニュースアナライシスのミーナー IR は4.5の星を与え、映画はベストセラーを読んだ時のような満足感を与える感情のローラーコースターですと批評している。ボリウッドタイムズのディビア・ソルガマは4.5の星を与え、三十三時はすべての映画愛好家が見るべき感情的に豊かな経験ですと批評している。 ザ・タイムズ・オブ・インディアのラチットグプタは4、5の星を与え、彼が麻薬の影響でヒステリックな男のように踊っているのか、壊れているのか、虚空を見つめる廃人なのかにかかわらず、ランビールは添付の際をもって様々な感情と灰色の影を描き出しますと批評している。ニューデリーテレビジョンのサイバルチャテルジーは、ランビールの演技とヒラーにのディレクションを称賛する。一方、 他の俳優たちは追いつくために競い合ったとしながらも、必見の映画と批評を締めくくっている。インディアトゥデイは、共同脚本及び編集を行ったラージクマール、ヒラーに監督はいくつかのドラマティックな自由を示したが、それは、爽やかなものでしたと批評し、ビッキーの演技を、ランビールの比類なき演技に引けを取らないと絶賛した。フィルムフェアのデベシュ・シャルマは、 映画のユーモアと映画の強みである脚本を高く評価し、サンジュ・サンジュは、スーパースターも人間であるということを伝えています、と、批評している。タイムズ・ナウのガウラン・チャウハンは3.5、5の星を与え、バックグラウンドスコアと物語の前半を批判したが、キャストの演技と物語の後半を絶賛している。G ニュースのアンキター・チャクラバルティは、キャストの演技を称賛し、 すべてのキャストが注目に値すると批評した。CNN ニュース18のラジーブ・マサンドは3.5、5の星を与え、抜け目のない脚本とランビール・カプールの桁外れの演技力は観客が主人公に共感することを困難にするだろう、と批評している。デカンクロニクルのローヒト・バトナガルは映画を素晴らしいと評価したが、サンジャイのイメージを美化している点に苦言を呈した。 ミント氏のウダイ・バティアは、サンジャイの描写を批判したが、ランビールの演技は高く評価している。ヒンドースタン・タイムズのローヒト・バッツは、ランビールの演技を高く評価したが、予測可能な脚本と物語を壊す曲を批判した。インディアンエクスプレスのシューブラグプタは2.5、5の星を与え、ヒラーには面白い物語を追求して、 実際の人物とかけ離れたキャラクターを作り上げたと述べ物語の後半に関して映画から除外された要素が果たしてそれをより面白くしただろうかと批評している。ファーストポストのアンナ・エム・エム・ベティカドはランビールの演技を絶賛したが映画が事実に対して驚くほど不正確である点を批判した。海外ハリウッドリポーターのリサ・チェディングは3.5、5の星を与え サンジュ・サンジュは観客の目を引き終了後も長く輝くパフォーマンスを提供するだろうと批評し映画はボリウッドのバッドボーイの人生を賛美するインフォマーシャルに感じられたと述べているガーディアンのマイク・マッカヒルはランビールの演技を称賛したが映画についてはこの3時間の成人伝は彼の問題をすべて他人の責任にしていると批判している ロイターのシルパ・ジャン・ハンディカーは、ラン・ビールのカメレオンのように、自分自身を様々なアバターに変身できる能力を、称賛したが、脚本については、長く伸びすぎ、実態よりもメロドラマに頼っていると批判している。ザ・ナショナルのメアリー・ゲーエンは3.5、5の星を与え、アメリカン・バザールのビクラム・マーサーは3.5、5の星を与え、 この映画が真実に忠実かどうかはわからないかもしれないが、とても興味深い映画体験が得られるはずですと、批評している。ドバイデシノダニーシュラクダワーラーは3.5、5の星を与え、パワフルな演出が詰め込まれた、面白く、非常によく書かれた脚本を称賛した。セレチネマのディベッシュ・ミルチャンダニは3.5、5の星を与えている。ありがとうございます。